アンドリー・オレクサンドロビチディカンは、ウクライナ・ハルキウ出身の元同国代表サッカー、選手。現役時代のポジションは GK。1977年に、ハルキウで生まれた。1996年から、ウクライナ・ファーストリーグなどでプレーし、1999年に、ロシア・セカンド・ディビジョンに所属していた FCS カ、エネルギア・ハバロフスクへ移籍した。 政治 EK として活躍していた2001年、ロシアの強豪の FC ロコモティフモスクワからオファーを受けたが、ハバロフスクに止まることを選択した。2001年には、ロシアセカンドディビジョンにて6ゴールを挙げた。2002年、ロシアファーストディビジョンの開幕戦では PK を外し、試合は1から0で敗れた。スカエネルギアハバロフスクでは、K9 ゴールを挙げた。 2004年 FC9 番ク,クラスのダールへ移籍。初年度こそ、準レギュラーだったが、1年後にはレギュラーを獲得した。2007年9番に、ウラジミールガブロフが加入したために出場機会が減り、2008年1月、ウクライナプレミアリーグに所属する SC タフリアシンフェロポリへ移籍した。2009年1月、タフリアとの契約が切れ、ロシアの FC テレクグロズヌイに移籍。 2010年シーズン、テレクでの活躍が、ロシアの強豪 FC スパルタク・モスクワの関心を引き、同年8月26日、スパルタクで出場機会を失っていたソスランジャナイフとのトレードにより、スパルタク・モスクワへ移籍した。移籍後、間もなくして行われた UEFA チャンピオンズリーグでは、政治家として出場した。第一試合の相手は、フランスの強豪オリンピック・マルセイユ。 試合序盤から押し込まれる展開が続いたが、後セーブを連発し、ゴールを死守。後半36分、相手側のセサロ・アスピリクエータが、オーンゴールをして1から0となり、オリンピックマルセイユのさらなる猛攻が続いたが、これをことごとく跳ね返し、スパルタクの勝利に貢献をした。その後、スパルタクは、グループリーグを3位で終え UEFA、ヨーロッパリーグへ回った。 ベスト8進出をかけたアヤックス・アムステルダムとの戦いでは、ホームアウェイの両方で無失点に抑え、クラブのベスト8進出に貢献をした。2016年5月21日、シーズン限りで現役を引退することを表明した。2010年6月2日、ノルウェー代表との親善試合で、ウクライナ代表デビューした。リカンは、既婚者であり、二人の子供がいる。 ありがとうございます。